失礼します。あら、竹内さん、長谷川コーチ、どうされたんですか？いや、新町小学校の近くにすごい人気の隠れ家の美容室があるってお伺いしてお邪魔したんですよ。そうなんですね。もしかしてここはあの竹内さんのお勧めした協力店のお店ですか？そうです、いつもお世話になってる美容室 R さんです。あー、すごい雰囲気がいいですね。素晴らしい雰囲気です。私今日初めて来たんですけど、はい、すごい、もう一発で気に入っちゃいました。素晴らしい。え、竹内さん、そうですね。はい、そうです。はい、お世話になってます。今日も綺麗になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。